はい、どうも皆さんこんばんちはです、ポパスです。今日 RK はステップワゴンさんのヘッドライトの交換の方法社長にやっていってもらいたいと思います。お願いします。ちょっとヘッドライトつけてみて、ボンネットも上げて。ああ、はい、うん、ええよ、ボンネット開ける位置だけこっちでようか、うん、もうええよ、いいの。あ、ちょっと待って、ボンネット開ける位置でこれ運転席開けてもらったら、アクセルペダルの右か、ここ引っ張ってもらって開きます。開いてますね。レバーは本田のちょっと右側ぐらい、これです。で、まあ、はい、こっち側が切れてたんかな、左側が切れてます。鏡で行きます。よいしょ、あ、ほんまや、この下見えるわ、綺麗、うん、はい、こうついてますね。取ってるところが、こいつを下にして、はい、抜くな、はい、先ちょっと抜いてもらおうちょっと待って、よいしょ、抜くな、抜いた、うん、はい、でこっちにます。これ逆や、鏡やからね、逆 やからね、左回し、はい、取れた、うん、はい、このハロゲンの場合は、はい、このバネみたいなところ、ハロゲンどうするかな、パンと飛んでしまうから、はい、つけるときにこう触って続けて、はい、したらこうやってこのカスとあれだおる、あ、見えてる、これ、うん、あ、見えてる見えてる見えてる、はい、カスが残ってて、ギリギリでポンと叩いて振動でくっついたらまたついたりする可能性もあるけど、まあこれは無理や、はい、割れちまってるからね。で、新しい木はこちらにご用意しております。今結構袋とか入ってるけど、はい、一応パーツクリーナーでやって綺麗、うん、ウエスで拭いてもらって、はい、油分取って、はい、油分が大敵ですかね。で、付け方はまた鏡越しでいこうか。ここにそのまま、うん、入れてもらうだけやけど、はい、ちょっと、うん、20度30度ぐらいかな、はい、だからこっち側ね、うん、ちょっと手前からぐっと下に向く、はい、うんうんうん、よかった、うん、OK、うん、ちょっとね、ごめんね、見えない、油はじゃない、はい、油は少しだけね、はい、うん、はい、これやと取れそうやな、でもな、作業中を取られて、出来上がり取ろうかな、そのまま、うん、こんな感じで、うん、はい、ついております。もうこれだけやわな、これはまあ、はい、結構、では点灯確認いきます。ついた、はいは関係ないわはい、オッケー、ロビームだけはい、今日はこんな感じでステップワゴンさんのヘッドライトの球の交換をしていきました。まあ外さんでもいい、左右ね、では入るので皆さんも作業しやすいかと思いますので、よかったら参考にしてください、お願いします。ではいいねとチャンネル登録お願いします。他の動画も見てね、バイバーイ。